あのキック力欲しいですよね。あれがもし自分の足にあったらね、あの一発で相手のね、あの足を粉砕できますからね。あれがあのパワー欲しいです。僕は本当に、足を折ろうと思って蹴りますし、折れても自分の足が折れてもいいと思って蹴ります。ローキックっていうのは自分の足も痛めてしまう技なので、その辺はすごくあのなかなかそれを得意技にする選手っていうのは少ない。あのもう本当に蹴り込むしかないです。普通の人があの100回やったんだったら110回、110回普通の人だったら120回、やっぱり普通の人より他の選手も量を少しでもやっぱり2倍3倍やっていかない、やっぱ蹴るは蹴るだけすねは強くなるから、蹴り込むと出血しますよ。それがかさぶたの層になる。それの繰り返しでコーティングされていく感じです。だからジーパンの上から皮膚を触ってる感じです。ここを触る。例えばオーバーワークで、今日本当は休んだ方がいいっていう日もあるもんね。その休んだ方がいい体調なのにあえてハードな練習をする、自分を追い込んで、そこでその肉体的なダメージの代償にあのハートが1個またさらに1回り、それでお客様はファンの方たちの前に胸、試合の時は胸張ってリング立てる、そういう格闘技、まあどんなスポーツもそうだと思うんですけど、もう無理だ、もうダメだっていうところがスタートライン、そこからそれで初めていろんなものが育っていくというか自分の糧になると思う。限界がスタートライン、まあ、キックとか格闘技っていうのは陸上とかね、水泳とか違う、タイムが何秒切ればいいとか、ね、今日は何本とかそういうのは決まってないんですよ。だから全部自分でスタートライン、ゴールラインを決めなきゃいけないので、限界を自分で設定するんですよ。だからその設定をやっぱり高めれば高めるだけ強くなりますし、そこをちょろっと超えて初めて今日1本成長できた。それの繰り返しなんですよ。まあ、しんどいですよね。そうですね、K1 は最後になりますので、なかなかね、K1 ではやっぱりいい結果が出てないので、最後なんで、まあ、しんどい。日本男子とか、どことしても自分を見せて、他の方々に。期待に応えて、美味しいお酒を飲んでもらいたい。